と予想通り、熱中症需要が、増えると思います。予想最高気温も40度近くなるということですので、はい、お願いします。はい、お願いします。西区にある名古屋市消防の特別消防隊第二方面隊、最高気温 37.4 度を観測した昨日、救急隊に密着しました。指令が入ると慌ただしく出動。女性めまい、左足、嘔吐、意識あり。店の従業員の保管階の駐車場。午後4時ごろ、救急隊が駆けつけたのは中川区内の家具用品店。救急車に運び込まれたのは40代の女性。立体駐車場の車の中でめまいや嘔吐の症状が出たといいます。意識の確認します。お名前言ってみてください。はい、それ以外の場合ですけど、ほぼ意識のクリアです。ちょっと辛いみたいなのでぼーっとしてるというか、名前生年月日付き合いますよ。女性はぐったりした状態でしたが意識はあり、命に別状はありませんでした。出動の合間のわずかな時間に自らも熱中症対策をする隊員たち。ああ、生き返る。しかし、あ、入った。15歳女性嘔吐、熱中症かも、意識あり。体温超えの危険な暑さとなった昨日、息つく間もなく出動指令が入ります。赤信号入ります。通過までお待ちください。通過までお待ちください。ありがとうございます。左へ曲がります。向かったのは中村区のカラオケ店。運ばれてきたのは10代の女子高生です。どこか痛いとか苦しいとかないですか？今のところ意識がしっかりされてて、血管とかも結構反応されてますので、午前中から外出していて、カラオケ店に入った1時間後に突然嘔吐などの症状が出たという女子高生。不安なのか、友達に取ってもらったぬいぐるみを握りしめます。近隣の2つの病院に受け入れを要請しましたが、いずれも断られ、現場から10キロほども離れた別の病院に搬送されました。カラオケボックスの中でですね、もうシートの上でずっと寝てしまってぐったりしてて動けないという形ですね。炎天下なんかずっと部活をやってたということ で昨日はちょっとその時頭痛があったみたいなので、ちょっと体力的にちょっと落ちてたかもしれないです。猛烈な暑さとなった昨日、名古屋市消防が救急搬送した熱中症疑いの患者は68人に上り、今年最多となりました。日が落ちてもですね、室内は 日中の熱をそのままこもったままになっている場合が多いですので、災害ほど暑いって言われた場合はですね、なるべく外に出るのは控えていただくことがよろしいかなと思うのと、めまい、吐き気、あと手足がしびれたりとかっていう、熱中症の症状が出て動けないようでしたら、迷わず119番してください。一方、東海地方では今日も危険な暑さとなり、三重県桑名市で39度を観測し、全国で最も暑くなったほか、各市で37度を超えるなど、最高気温は連日の体温超えに。昨日、日本で一番暑かった豊田市です。午後2時を回って手元の温度計は 38.8 度と、今日も暑いです。立っているだけで汗が噴き出してきます。
昨日最高気温が 39.1 度を観測し日本一暑くなった豊田市では今日 37.4 度まで気温が上がりました。ですね、結構もう蒸し暑くてなんかサウナ状態みたいな、1日結構2リットルぐらい飲むようにしてます。いつも体操着で下校するの？はい、暑いから。学校から？あ、学校で許可が出てます。駅前のかき氷屋さんです。すいません、はい、お邪魔します。あ、こんにちは。昨日から暑いですね、豊田は。暑いですね、本当に。こちらはかき氷を提供する豊田市駅前のカフェ。買い物帰りにかき氷食ってた。あまりにも暑いから。どうですか今日の暑さは？答えます。全裸で歩きたい。冷たいかき氷でクールダウンする人がいましたが、この暑さにもかかわらず客はまばら。もう暑すぎて全然売れないです。逆に？はい。あ、そういうもんなんですか？そうですね、まず人がいないですよね、暑いと外出てこないから。あまりの暑さに出歩く人が少なく、夏の定番かき氷がほとんど売れない事態に。そして午後1時半を過ぎると、あまりの暑さに夕方まで店を一時閉店することを決めました。一番暑いピークタイムだけ少しお休みさせていただきます。スタッフもやられちゃうんで、買い出しとか休憩させていただいたりとか、はい。暑さに喜ぶはずのかき氷の店まで苦しめる危険な暑さ。この後も熱中症への厳重な警戒が必要です。